こんな感じで今日は擬態です。はい、ひもじお願いします。違う。あら,ら、違う。おバカさんだ私。違う。えー、なんでプロはまあクリエイターとかアーティストとかね、あのー、ねその以外も、うん、マックを使うことが多いのかっていう話。別、うん、にウィンドウズ使ってる方もいますし、うん、両方使ってる方もいるんですが。うん なんでマックが多いのっていうね、うん、質問が多かったので、うん、ちゃんと答えていきますが。あ、でもさ、確かに思ってた。うん。なんでなんだろうって。かっこいいからとかじゃありません。ああね。はい。えー、っとね、最初にね、もうね、うん、答え言っちゃいます。はい。平蔵が暴れてますから。はい。えー、これが大きな最大の理由です。うん。えー、 プロの道具というのは、うんまあ、トラブルが起きちゃいけないんですけど、うんまあ、トラブルは起きます、うん、道具パソコンなんで、うん、その時に、うん、とっととトラブルを解決しないと、うん、仕事が止ままっちゃいます、うん、なので、うん、マックはトラブルが起きた時に原因の特定がしやすいからなんです。へーそうなんだ。 なんでかっていうとアップルだけが全部作ってるからです OS からハードから全部アップルが作ってるんで、うん、原因の特定しやすいんですけど Windows とかの場合は結局メーカーによって使ってるマザーボードもチップセットも、うん、あのチップとか部品とかがバラバラなんで、うん、原因の特定まで時間かかるんですよ。うん あれここが違うんだったらこっちかとかいろいろやってもう例えばね昔本当にあったんだけどあのオーディオインターフェースから音がおかしくなりましたさんざん1日かかって原因特定したんだけどできず最後の最後分かったのがあのねまあネット 接続のチップある、うん、まあ要はインターネット繋ぐための有線 LAN のポートがあって、うん、そこに使われているチップがあるんだけど、うん、それとの相性が悪かったって。Windows の場合はね、もう原因の特定がどこだか、もう探すのにすごい時間かかるんですよ。うん、から、Mac だったらもう Apple が作ってて、部品もわかってるし、うんうん、全部一緒、OS から何から全部。 な、はいというわけでカット入りましたけれどもまたピンポンがもう1回来るかもしれないですけどね、はい、まピンポン来る日は続くんでね <laughs> まあ、というわけでまあ、Mac の場合はまあ、そのトラブルなんでかっていうと例えば映像の現場、うん、あのね現場編集っていう現場があるんですよ、うん、普通は自宅とか事務所スタジオでスタジオか自分の会社で編集してるんだけど、うん、現場に Mac 持ってって編集その場でしなきゃいけないって っていうののもも映像の現場でであるんですよ、うん、その時にトラブル起きた時にすぐ原因突き止めて解決して作業ができるっていうために、うん、そこでね、Windows、使わないんですよ<ー>ディレクターさんとか監督さんとか映像クリエーターの人たちは、うん、それが理由なんですよ、うん、でも俺ねあのカメラマンの方も、うん、まあスタジオにマック持ってってテザー撮影とかその場で現像っていう現場もあるので。うん そこでもやっぱり Windows を使わない理由はそこでもしトラブル起きた時にすぐ解決できるっていう理由なんです、うん、へえそれが最大の理由で Mac なんですあそうなんだ Mac がかっこいいからとかおしゃれだからとか、うん、クリエイターっぽいからとかじゃないんです持ちやすいとかじゃなくて、うん、ちゃんと理由があるんだねでまあ僕の場合はあとは UX ユーザーエクスペリエンス要はユーザー体験の,あのチューニングが アップル製品 Mac の方が全然いい。トラックパッド、Windows 用のトラックパッドってサードパーティーが出てるし、ノートパソコンでもついてるけど、うん、全然使いにくいし、うん、もうアップルみたいにすんごい快適に使えないし、うん、嫌いなんですよ。僕 Windows でもトラックパッドを使ってた時期あるんですけど、うん、もうすぐやめました。うん、で、トラックボールに変えました。うんうん、なので、あとまあ、 UI とかね全体の使い勝手、うん、で僕は Windows と両方使ってますけど、うん、まず嫌いなのが Windows は見た目のフォントが汚いっていうのもあるし、うんまあ、あと使っててちょっとね、U、UX ユーザーエクスペリエンスユーザー体験の部分がね全然チューニングされてないんで<ー>ん <laughs> だからまあなんだろうね 処理速度命スペック命の人たちは「うん、処理速度速ければ仕事が早くできるんでしょう」とかっていう考えに陥りがちなんですが、うん、僕らプロは全体的な使い勝手総合力で見るので、うん、別に書き出しの時間とか、うん、処理してる時間だけ短くなっても、うん、それ以外が快適じゃなければ使わないので。うんうん だから処理速度命じゃないんですよ実は処理速度命だったら Mac Pro 買いますまあ今私には出てないけど、うん、ただそこは仕事なんで、うん、MacPro を例えばもう何百万で買っても費用対効果って言ってそんだけかけてかけただけのことを回収できるかっつったらできないので、うん、だから僕は MacStudio の吊るしでいいよ マックスタジオとスタジオディスプレイっていうのがもうそこシビアにプロは考えるので、うん、常にプロは最高のスピードが出る処理速度スペックのマシンを買うかっていうなんかね言ってる人がね結構いるんですけど、うん、それは迷信です。うんうん それよりも総合力使い勝手自分の作業がいかにストレスなく快適に、うん、えとできるかが一番大事なので、うん、トラブルなくね、うん、そう考えていくと結局 Mac が一番いいよねって言って使ってる人が多いですっていうだけです、うんうん、そんだけの理由です Mac が好きだからとか、うん、Windows が嫌いだからとかっていうんじゃなくてそんな好き嫌いでやってらんないんで、うん、もうどっちが 快適にトラブル少なくトラブル起きてもすぐ解決できて、うん、でや作業ができるかって、うん、やると Mac になっちゃうんですうん、うん、であとはだからなんだろう Final Cut Pro とか Logic Pro とか Mac でしか動かないソフトを仕事で使ってる人は Mac になるし、うん、まあアドミの製品だったら Windows でも Mac でも両方使えるんで、うん、まあそこは。 同じ映像クリエイターでも windows 使ってる人もいます、うん、それはその人が自分で自作で組んでるんでトラブっても部品全部分かってちゃんとこの部品とこの部品なん大丈夫で調べてから組み立ててるから、うん、トラブってもわかりやすいんで、うん、まあそれで自分で作ってとかっていう人もいますけども、うん、自作でね。<laughs> なので Mac、まあ、をクリエーターが使ってる人が多いっていう理由はもうほんとそこなんですよ、うん、そこだけなんですよ。大体、うん、いいみんなほんとおしゃれとか、うん、かっこいいからとかうん、うん、クリエーターっぽいからとか、うん、って言われるんですけど、うん、そんな理由なわけがないので、うん、まあねそんな感じでとりあえず誤解を解いとこうかなと思って喋ってみました。うんはい はい、でもなんかすっきりするねああ、うん、そうなんだっていうのがあっただから iPhone とか iPad も使われる理由はプロにね、うん、<laughs> まあプロの場合も携帯の場合は Android の人も多いけど、うん、Windows とかで一緒で Android も結局 OS が Android なだけで、うん、もう使ってる部品とか作ってる会社とか全部違うから、うん、トラブった時にあの。 やっっぱどこが原因か、突き止めるまでにちょっと時間がかかる、うん、ただまあアップル製品で固めちゃうのは結局アップル1社が全部作ってるから何かトラブった時に原因の特定が早いしやすいっていうのとアップル製品をアップルエコシステムっていうんだけどアップル製品だけで固めると、うん、もう例えばユニバーサルコントロールっていうあのね 新しく追加された機能は例えば Mac でキーボードとトラックパッド使ってんじゃん、うん、でその横にこうやって iPadPro が並んでるとするミー、うん、だったら iPadAir4 が並んでるんでする、うんじゃんここに iPhone があるとするじゃん、うん、したらそのまんまマウスとキーボードとかトラックパッドが横にピッて持ってったら、うん、そのまんま iPad に行くのよ、うん、へえ でで操作できるね、うん、この Mac 操作してるそのまんまで操作できああ無駄がないねそういう機能も追加されてるから結局、うん、あとさメモにしメモ帳にしてもさ、まあ、iPhone でメモったやつは Mac にも iPad にも、うん、もうそのまますぐ同じのが共有されてるのでそういうとこで便利だからっていうのもありますけど、うんうん、根本は本当にトラブルの時にトラブルの 原因究明が早くてトラブル解決しやすいっていう理由なんですなのでその辺はちょっとかっ知らない人多かったのでまた平蔵く君がゲリゲリしておりますが、はいえー、そんな感じで、えー、語ってみました、はい、というわけで。はい、何噛噛ままれれたたの痛ん急に痛にくないな爪<か> <laughs> というわけで。はい 私はドロンしますくさいしゅしゅしゅよいしょはいいやなんか私も思ってたことと違ったから聞けてよかったなって思いますなんか私の場合はなんか本当に、まあ、素人だからかっこいいから持っちゃうとかスマートだからっていう感じなんですけどでも本当になんか iPad でもね普通になんかデザインとかの機能性もあるしやっぱり使いやすさもあるからいいなと思ってたからなんだかんだやっぱ Mac いいよねってなっちゃうかな <laughs> はい。 皆さん今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね。